スーパーに久しぶりに来た。なんか症状がある人はこの店に入らないでって。結構飛んでそうだな。やだな。あ、本当だ。でもここが汚いから、これを押すときにこれを使った方がいい。長芋欲しかった。手にサニタイザーを撒いてくれる特別な係の人もいたね。今ちょっと席外してたけど。オレンジ、これ10ドル安くない？ん？安い。だってこんなに入ってる。あ？うん。見えないからね、どれが腐ってるとかわかんないから、まあ、え、うん、メロンはいい？メロンはいい？メロン買う？すごい新鮮だよ今日のネギ。トマト缶。いいや。あ、2個も持ってないから。2個、うん。パスタもまあ結構ガラガラだけど、安いやつがない。なんかある1個のメーカーのやつがないけど、普通のやつは全然あるし、むしろ安売りしてる。スパゲティ安売りしてる。買っとく？入ったんじゃない。でも多分輸送の問題じゃない。だからないブランドはないんだけど、うん、ここら辺は不衛生だからやめたんだね、量り売りの。じゃあこれホミが食べるときなんか違うもの食べる。ああ、一人3パックもいいんだ。まあでもさ、みんないっぺんに買いたいからさ、買いだめっていう、あ、買い占めっていうよりはさ、なんていうの、回数減らしたいからさ、うん、買い物のたくさん買いたいってなるじゃん。牛乳買っとく？ミルクも一人4個までだって。だけどね、1個がね、こんな4リットル。一番大きい扱いは個数で制限されるなら6日前だけどいいかな。6日前だけどいいかな。
通の白いのでいい？じゃあこれも買っていい？これバナナチョコレートだって。これいつまでなんだろう。またデザートの日が作れば、うん、最近家でばっかりもちろんご飯食べてるから、逆に久しぶりになんかちょっとカナディアンフード食べたいなって気になってきててさ、ピザがあったら買いたいな。あ、結構ピザも売れてるね。あ、安くなってる。このポークのやつと、うん、私が好きなやつは、あ、このハワイアンのやつがあるね。好きな口のやつも好きだけど、それはないね。コーンドッグ。また冷凍庫がパンパンになるね。よいしょ。で、小ぶりだけど。しばらく暮らせるよ。ここまで行っていいの？ここにあ、うん、アクリル板ついてる。$122。久しぶりにたくさん買って、もうしばらく買い物来なくても平気かな。そうだ、トイレットペーパーあるかチェックないかチェックをするの忘れたけど、まあうちんちには、まあ、ストックがあるから大丈夫だけど、まあ物もなんか売れてるものもあったけど、アイテムでも別に何メーカーを選ばなければ全然。あった、うん、パスタもあったし、その自粛始まってすぐの時はパスタとかもグルテンフリーが全部なかったけど、今はもうちゃんとある美味しいやつが、パスタのソースとかも全部あった。野菜とかもたくさんあるしね。なんかニンニクがないみたい。ニンニクないって言われた。今スーパーから戻ってきた。今日はサムギョプサル。これある。アミンジャンっていう味噌とごま油、塩、レタス、ネギ、でもごまの葉の漬物、漬物って言えばいいのかね。あとからし、タコカリカ、タコかな。これとご飯ないと食べないもの。食べる。ここに入れちゃった。あ、よかった、ね、あ、よかった。
キムチ出せばよかったね。まあいっか。まあいい？刺す？ん？刺すよ。うん、こんなあるから。うん。見て。バナナチョコチップクランチって、バナナの、バナナの匂いがすごいする。バナナブレッドみたいな感じかな、のチョコチップ入りみたいな。ちょっとコーヒーもう入ったかな、もうちょっと待とう。なんか外すごい天気いいね。まあね、そうね、今日寒いね。今日朝起きた時マイナス15だった。今何度ぐらいなんだろう。うん、これシナモンコーヒーケーキっていうマフィン。これだったでしょ？違った？これじゃなかった？うん。